ハク出るんでしょ、これ、はい、サタンだ、わー、こわい、ええか、このハク持ち出され、見てください、あの、あー、決まりました、本当に。はい、シャア本一ちゃった、これ、周りの人絶対1万6000オーダー来た可能性あるテンションです。はい、パスワーからギリ起きた、あー、決まりました、これは月2つも赤、他2000オーダーのつまがりとなります。うん、あ、めちゃめちゃ嬉しい、よくと、よく正解したな、じゃあスチマンです。はい、そろそろさすがにテンパレンじゃないんですか、カスさん、ほら来ました、あー来ました、来たら気持ち悪いか、まず4枚目なんだけどね、確かにランド出てないのは、あー、来たよ、なんとこの自慢気合ったのは相川、ピンチツモ、タイヤをピンフ、うん、さあここは大きい、1300、2600の1本が1400、2700のつながりとなります。じゃあ対局者のみ、あ、言おうと思った、リャンマン、ほだ、はい。さあこちら相川上がりとなります、ね、ピーチ、やってたけど、仕掛けてるからね。そうです。あ、しかし、この運気を捉えます、相川。太陽三色赤、5800点の一本が6100点をリーチのさじから出上がりました。あ、手柄が1枚あるとね。おー、嬉しい、ペチーソー切れた。さあ、中月リーチときます。町はサブローソー、ローソーだと一気通貫完成です。おい。シフロですよね。ローソー9、いった、いった。そう、それは高めだ。これは高めだ。リーチ、ピンフ、一気通貫、ドラ、裏ドラも1枚になりました。ここは大きな跳ねマン、1万2000点を相川から出上がりました。めちゃめちゃいい、ボールが来た、はい、さあリーチといきます、マチュアインスチーマンです、かすってる、はい、さあ相川も天敗、そして打ち出されたインマンとこちらサジが捉えます、リーチピンフはカードラ、ここは8000点を相川から出上がりました、はい、ってなったら3個見ればいいし、いい短期持ってきたら基本的にするっていうのもありますよね、ただ計算出たら上がりますと、はい、うわ、ちょっと、あ、しかしここで積もったな、深み太陽500、500、でかすぎる、はい、大きな太陽のつまがり、変える形にはなりました、サジ、あー、ここでシャアが打ち出されます、そしてこれを捉える二人、シャア、赤赤、3900点を相川から出上がりました、自分がドラ持ってる、お前持ってるかもしれないんで、あ、これでリアンマンやりそうですかね、リアンマンが普通ですが、ウーピンの方にしたんだ、ドラは切らない、そうで、チートイツもまだちょっと見るってことですね、うん、チートイツ見てる、これはスーソロソパーソンですね、とりあえずは、はい、はい、さあサジは天敗です、インスト行きます、こっちはスーチーマンです、あれ、天敗ったね、天敗しました、パーソン天敗だね、あ、そうですよ、確かにそっちも降りた、あ、積もった、なんとこれ積もったな、二人でもチートイドラドラ2004、ここへ来て大きな漫画のつもり、まあ、じゃあトンとローソーのシャンポンにしました、トンはバニー1枚、いや、来たー、あー、来たー、ザーテンカネ、あ、スーピースカンター、あ、ウォーシュじゃん、これ、ウォーシュじゃん、これ、だって、ゲームしたもん、あー、これは取り当たります、これで、まあ、短期に向かいですか、お、そうっすね、はい、一旦ウーピン短期、ただ、ウーソーがね、来てるんで、そうですね、うん、あ、ウーピン、うわ、ルーピンだ、あ、ルーピンだ、うわ、すげー、これは涙上がりとなります、いやー、強かったっすね、強かった、強かったです、はい、そうです、あのツイッターとかなんかでも、ファン投票ね、あのシード選手選ぶのにやってみて、こう僕もツイートしましたけども、男の選手ってこういう人あんまりないんですよ、うん、あの女性の選手がなんか他のね調査の企画とかなんかでも、そういうような投票とかなんかで人気にね、なんかこうやる企画あったりとかして、まあ、あるんだけど、男の選手はなかなかないんですよ。で、特に若手はやっぱりね、そういうのに露出とかなんかってなかなかチャンスないんで、まあ、この企画で、こういう形でね、なんかあの、いいんですよ。あの、票数少なくても。あの、自分のことをね、こういうチームの推薦にこう、投票してくれた人がいるっていうのを、もう見つけた時の喜びってないと思うんですよね。だから、ここの部分がまず1点、この企画に対してやってよかったなと思いました。で、まあ、僕は、まあ、ぶっちゃけおじさんだから、あの、若手がこういうのは頑張れよ、みたいな、そういうつもりでいて、あの、一次予選からでいいから俺は思ってたんだけど、もう何を隠すと自分が嬉しかった。で、そんなね、自分にこう投票してくれた人いるんだから、もう一次予選から、これでもみんな勝てるぞと。ね、あのベスト16ぐらいの時に言いましたけれども、あの一次予選からも優勝できるんだっていうことをね、
あの見せてあげたいなと思って、今日も頑張りました。またもう一点感謝したいなっていうのがあって、2人勝ち上がりのトーナメントって、競技マージャン呼吸で、競技選手になってみて初めて体験できると思うんですけども、面白いんですよ、めちゃくちゃ。やってる人もそうですし、見ている方も非常に面白いと思うんですよね。いろんな仕方がこう、普通のマージャンと違って、トータルのことを考えたりとか、並びがどうとか、まあ、そういうところとかでね、楽しんでもらえたと思うんで、こういう機会今までなかったので、またそれをね、カズさんのおかげで、やることができたということで、本当に感謝しても足りないです。ありがとうございます。ありがとうございます。コメントでも、はい、社長ありがとうございます。たくさんいただいてます。はい。ありがとうございました。